立憲民主党有田主婦、北朝鮮への経済支援を要求し批判殺到。昨日、立憲民主党の有田さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。北朝鮮に連絡事務所を置く構想について、日本政府の交換レベルではなく、財団民間による商業経済説が実利的で有効だとなっておりまして、 こういった北朝鮮に実利を与える行為は国連や日本の制裁に違反する可能性がございます。有田さん、こういった主張が制裁違反を招く可能性がございますので、ぜひともですね、何らかの主張を行う際には、せめて制裁違反に ならないような主張を行っていただきまた日本政府にはこういった制裁違反につながる可能性のある動きについて徹底的な調査と監視を行っていただき未然に制裁違反を防いでいただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました